バッグにミニチュアダックスを描いていきます。ロングコートの子です。まず茶色い子にします。茶色の濃いところ、犬の顔の濃いところにまず先に色をのせていきます。今回は下絵を先にちょっと描いてあります。色を塗っていきます。明るい色と分けて塗っていきます。写真などを見て濃いところと明るいところを区別しながら、まずベタ塗りしていきましょう。目の際などはちょっと影になって濃くなっています。濃いところを先に塗っておくと、上から塗り重ねた時に、下の濃い色が少し残っていてうまく影になってくれます。乾いてないうちにこうやって重ね塗りをすると結構混ざってくれるんですが、絵の具が割とすぐ乾いてしまうので、手早くやりましょう。目の下から鼻にかけて少し影の部分があります。口がどこまでなのか、長い鼻がどの辺で終わるのか気をつけながら、白を少し加えて鼻の周りの少し明るいところを作っていきます。白が入ってハイライトが入ることで鼻の長さというか高さというか立体感が少しずつできていきます。足しすぎたらまた濃い色を足せばいいので思い切って入れていきましょう。目の真下は少し、明るい色にすると立体感が出ます。どんどん足していきます。この段階では丸筆を使います。布の場合はちょっと滑りが悪くて効果がない場合もあるんですが、これ用の動物の毛を描く用の筆もあります。先がギザギザになって、ライナーの集合のようになった形の筆です。耳の色もどんどん入れていきましょう。目の輪郭をはっきりさせていきます。ちょっと描いてて楽しいので目は先に描いていっても大丈夫です。ただ位置がやっぱりちゃんとできていないと、重要な場所になるので、目の位置だけはしっかりと見本の写真などを見て決めてください。これで顔が決まってしまいます。
鼻を塗って、まあ、大体黒でいいですが、この布に描く用の絵の具の色の種類が少ないので、ソーソフトのある色で塗っていきます。ちょっと黒いところ影を入れると顔が前に出てきます。毛並みをどんどん入れていきましょう。立体感を出すように顔のどこが暗くて明るいのか、ちょっと頭の真ん中がちょっと割れたような感じになってます。